願いします。非常に熱い心を持って今年度オフェンスリーダーを務めさせていただきます4年 OL の伊香子圭です。よろしくお願いします。はい、今年度ディフェンスリーダーを務めます4年ディフェンスバック清野亮です。よろしくお願いします。はい、今年度スペシャルチームリーダーを務めます4年ラインバッカー高橋光輝です。よろしくお願いします。オフェンスではオレンジストライクを掲げています。内容としては失敗を恐れず攻めたプレーを貫きます。今年度のディフェンスのテーマはダイハードオレンジというものを掲げておりまして、こう粘り強くこう最小失点に抑えるといったところを目標として掲げております。はい、スペシャルチームはダイナミックオレンジを掲げています。試合のモメンタムを掴むということで、オフェンス、ディフェンスに、流れを持ってくるということを、今年は、掲げてやっています。はい、スペシャルチームは、春シーズン、練習が、しっかりできてないっていうこともあり、キックオフであったりキックリターンであったり、自分たちの思うようなプレーが、まあ、できなかったっていうのが、まあ、一番の反省点です。個人としては、怪我で、思うようなプレーができず、春シーズンは、悔しい思いをしたので、まあ、秋シーズンはしっかり直して、臨みたいと思ってます。春シーズンや、まあ、春の試合を通してダイハードオレンジといったところを体現できずに、こうロングパスや、一発のタッチダウンっていうのが非常に多かったので、まあ、そこを秋までには、修正していきたいというふうに思います。また、私自身としては、まあ、非常にこうタックルといったところが課題としてあるかなというふうに思っておりまして、こうタックルしてから 2,3 ヤードキャリアにゲインされるといったところではなく、しっかり奥に倒すっていうのがこれからの課題かなというふうに思います。はい、オフェンスとしては春シーズンを終えて、やはりその要所要所での大事な局面でスナップやドロップなどのイージーミスが多発してしまったので、そこに対してこれから夏しっかり取り組んで改善して秋に向けて取り組んでいきたいと思います。個人としてはフィジカルでまだまだ圧倒できない部分があったので、夏人一倍大きくなってフィジカルで圧倒します。伊香子は高校の時から非常に仲いい友達の一人なんですけど、大学で高校の途中からアメリカンフットボール部に誘って、そこからこう高校と大学1年生の時はディフェンスラインだったんですけど、そこからコンバートしてオフェンスラインでオフェンスリーダーといったところまで勤めていて、非常にすごいなというふうに思います。僕は、高校生から、柔道部と一緒っていうことで、まあ、大学に入ってまた一緒にアメリカンフットボールをやってるんですけど、まあ、一番大きく変わったっていうことはところは、体重が、60キロぐらいから高校入ってきて、今は118キロあるということで、まあ、秋までには、120キロになるって言ってるので、まあ、フィジカルで秋は、圧倒してくれると思います。はい、清野は、高校1年生の時から、一緒のクラスで、その時にすごい、が多いよな、多い、が多い。清野とは、高校1年生の時から同じクラスで、廊下で、最初声かけられて、すごい
ね、ハーサムで、なんかね、スラッとしてるんで、まあ、今でも一番記憶に残ってる、まあ、第一印象から記憶に残ってるっていう感じで、まあ、すごいいっぱい遊んでるんで、思い出がある、チームメイトなんですけど、まあアメフトを始めると、まあ、やっぱり目の色変わって、まあ、慶応戦でも見せた縦の上がりだったり鋭いタックルだったりっていうのがすごい選手なので、まあ、いろいろ尊敬して、練習一緒にやってます。そうですね、せーのは普段は少しおちゃらけている部分もあるんですけど、そのやるときにしっかりやる男で、アメフトをやるときには顔が変わって真剣な顔つきをしています。いつもプレー面でも、その高橋選手が言ってたより何高橋選手プレー面でもコキが言っていたようにビッグプレーを期待できる選手の一人だと思うので、秋は活躍を期待しています。はい、コウキはチーム一、まあ、強い心を持っていると言っても過言ではないくらい、こう練習の時や試合の時で大きい声出したりハッスルしていて、非常にチームにいい影響を与えているなというふうな印象を持っています。プライベートでも仲良くしている友達の一人なんですけど、部活動では非常に熱い心を持って練習や試合などに取り組んでいて、非常に尊敬しています。コウキは柔道部時代から一緒に活動していて、非常に熱い男で、誰よりもそのスペシャルチームに対して熱量を持っていて、プレー面においても KC でビッグヒットを起こしたりしているので、秋も活躍を期待しています。秋シーズンはそう春課題に出たスナップやドロップなどのイージーミスが絶対にないように、夏しっかり取り組んでオフェンスで勝ちきれるユニットを目指していくので、応援よろしくお願いします。個人としてもフィジカルアップを遂げて、フィジカルで圧倒して日本一になります。秋シーズンは、まあ、春の課題であった全体の集まりや、またタックルといったところが、まあ、非常に力を入れて取り組んでいきたいというふうに思います。また個人としても、まあ、タックルが非常に残る課題として残る、まあ、春シーズンでしたので、秋シーズンに向けてとにかくタックルや、またタックルするためのフィジカルというところを力を入れて取り組んでいきたいというふうに思います。はい、スペシャルチームは、まあ、オフェンス、ディフェンスよりも、軽視されがちっていうところであるんですけども、やっぱり気持ちが強くて、フィジカルがある選手が活躍できると思うので、秋シーズンは、スペシャルチームの、気持ちを一つにして、春シーズンの課題を踏まえ活躍したいと思います。個人としては、スペシャルチームリーダーとして、しっかり、先頭に立って、スペシャルチームを引っ張れるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。